僕たちはボルガ川を後にした。この先には広大なロシアの大地が広がっている。橋の住人たちはようやく僕らが悪魔などではないと理解して通過を許してくれた。アンナの言う通りだ。彼らの世界へ侵入したのはこちらで、破壊する権利など僕らにはない。それがどれほど馬鹿げたものだとしても、電気は罪。これだって僕たちがメトロで吹き込まれていた嘘と大差はない。全世界は死に絶えて、どこにも行く場所はないだって。そんな都合のいい嘘をトンネルの住人の誰もが信じ込んでしまった。とりあえずヤマンタオに着けば、その嘘にも正当性があったのかがわかるだろう。今のところ敵の占領軍なんて影も形も見えないが、アルチョム、アルチョム、起きて。起きたか、アルチョム。大佐がブリッジに来いって。じゃあね。ねえ、起きてよ。本当によくやったわ。ここは私たちの土地じゃない。あなたみたいにする方がいい。円滑にね。もう残された人間は多くはいない。だからいつの日か人を信じられる日が来ることを願うわ。だって同じ人間なんだもの。邪魔しちゃった？ごめんね。なんだか今日は哲学的な気分なの。もう少しこのままでいて。ああ、幸せ。このまま時が止まればいいのに。アルチョム、あなたがモスクワの廃墟で無線をいじってる時、地上で暮らせるなんて想像してた？私たちのお家、一緒に暮らすお家、静かな森に佇むログハウス、それとも海辺のバンガローがいい？それにどこに行ったとしても素晴らしいものが待ってるに違いない。一緒なら朽ち果てた駅、廃墟、荒れ地を越えて二人だけのお家なんて最高じゃない？そういえばこれって私たちのハネムーン旅行じゃないの？なんだかそんな気がしてきた。ちょっと遅すぎだけどね。ハネムーンなんて話にしか聞いたことなかったから。そういえばカティアと話してたの。私はここに座って橋とそこの人々のことを思い出してた。私たちは20年もの間地下に座ってたけど、彼らはそうしなかった。だから何？彼らはその昔、都市や飛行機、宇宙船を作ってた人とは違うの。メトロで暮らしてた私たちと同じよ。私たちよりひどかったかもしれないけど、彼らはその奴隷よ。本物のね。ずっと働いて、ずっと祈ってる。常に監視され、指示され、全てを管理されていた。全てはコミュニティ、つまりはサイランティウスに決められて、財産も与えられない。靴下一足だってコミュニティの所有物よ。彼らは皆あの男と彼が広める電気についての馬鹿げた嘘をすっかり信じ込んでいる。もちろん全員が騙されたわけじゃないでしょうけど、もし疑問を抱こうものなら改心させられる。祈りと十字架で電気の悪魔を払い清める罰を。でもそれはつまり死刑なの。どうしたら懐中電灯が危険になるの？無線は？そんなはずはない。でも彼はそういったものを禁じたの。そして祈りを捧げよと。
そうじゃなきゃこんな馬鹿げた信仰が数年で人々に広まるわけがないわ。人間って意外と簡単に嘘を信じてしまうのよね。都合のいい嘘や少なくとも多少は聞き慣れた嘘なら。私たちだってメトロだってそうよ。例えば私たちはまだ占領軍を見たことがない。見つけたのはアンテナに巻かれたシャツだけ。カティアやクレストだって見たことがない。でも実はどこかにいるのかもしれないわ。もし本当にいるのならどうしてそれをもっと早く教えてくれなかったの。戦争が続いていることだって知らされなかった。メトロの外に生存者はいないと信じ込まされた。ずっと嘘をついてた。嘘ばっかり。嘘をつくのがうまかった？そうかもしれない。メトロなんて嘘で塗り固められた吐きだめよ。腹が立ってきた。今のところどこまで行っても一人たりとも敵を見かけてない。おかしいと思わない？でも父さんは聞いてくれない。警戒を解くな、敵は眠らないってね。父さんのことは好きよ、本当に。何があっても。でも彼の言ってることが嘘の上塗りだったら。ヤマンタウに行けばこのウサギの巣穴の全貌が見えてくるって信じてるの。はあ、あなたに話したらちょっとすっきりしたわ。聞いてくれてありがとね、アルチョム。もう少しこのままでいさせて。それじゃあもう行って。父さんが何かあるみたい。
どうぞ。これは、なるほど、また後で試すか。アザマト、応答せよ。こちらモルオルト、聞こえるか。どうぞ、アザマト、応答せよ。頼む、どうぞ。サダムだ、モルオルト、はっきり聞こえてる。何をそんなにあちこちに向けて騒いでる。どうぞ。やっとか。だってどこも繋がらなかったんだ。ああ、そうか。よくあることさ。何かあったのかと思ったよ。で、調子はどうだ。どうぞ。まあ、順調そのものだよ。うちに戻ればね。だったらなぜそんなに退屈そうなんだ。冒険したい気分か。ああ、ちょっとだけ。じゃあ何をためらう。来いよ。懐かしいセイバートゥースが待ってるぞ。ちょうどこっちもちょっとした事件が起こってな。手伝ってくれると助かるんだ。だから来い。分かったか。どうぞ。分かった。面白そうだな。今晩出発の用意を始めるから、準備ができたらまた連絡する。それでいいか。どうぞ。そう来なくては。会うのを楽しみにしてるぞ。通信終了。セイバートゥースによろしく伝えてくれ。通信終了。そんなにメンシコフに気に入られたいか。あいつがイルクーツクに来てどれだけ経つ。たかだか2年弱だ。メンシコフに対する考え方を改めろよ。ゾロトイからの囚人との取引を始めたのは誰か忘れたのか。え、あれを考えたのはザハールだ。彼が一番だ。バイカルコも当たったんだ。一人でな。あいつの提案ならすぐにでも従うが、メンシコフなど知ったことが。ちょっと気が大きくなりすぎてんじゃないか。もうあの連中も邪魔してこないし、いい気分だろう。調子に乗って後で痛い目見るなよ。くたばれた。わかったよ。お前がそんなにメンシコフが好きならあいつの話を聞いてやるよ。ああ、もう十分だっての。重要なのはイルクーツクがまだ無事だってことだ。それにお前たちも。その通り、それが重要だ。さて、じゃあメンシコフによろしく伝えといてくれよ。通信終了。この悪魔め。通信終了。会話が普通にされてた。いろんな人が。父さんは暗号化された無線だと言ってた。隠語を使ってるんだって。でもどうしてそんなに隠したがるの。どうして誰もこの線路を使わないの。どうして大事なジャンクションすらも管理しないの。どうしてバリケードを置かないの。もし本当にいるのなら、これが主要な幹線のはずよ。本当はここにいないんじゃない。そもそもここに来てないとか、とっくの昔に去ったとか。でもどこに。カティアもクレストもそれを見たことがないのよ。でも彼らがいなくたって問題なくやってるわ。まるで中世に戻ったみたいに。サイランティウスは人々を奴隷のように扱ってた。そして時には殺した。あの男の嘘やふざけた言動や、その犠牲者のない時代の方がマシだったなんて信じられない。そういう私たちは地の底で長い間争い合ってきた。外で暮らせるなんて考えもせずに。ねえ、ハルトムおじちゃん、トカレフおじちゃんのお店がもうできたんだよ。行ってみる？すごいんだから。ここよ、アルチョムおじちゃん。いやアルチョム、見たかこの場所。一国の主にぴったりだろう。この作業台どう思う。
全てが手の届く範囲にありながら十分なスペースもある。お前たちが外で見つけてきてくれたもののほとんどはこの工房を作るのに使わせてもらったんだ。ありがとな。こういうところもちゃんと整えていかないとな。長旅になりそうだし、弾薬とか装備なんてものはそう簡単には手に入らない。それにモスクワから離れるほど入手しにくくなるはずだ。途中で行き詰まらないためにも資源を見つけたら全て回収してきてくれよ。やることはたくさんあるぞ。さて、そろそろスーツに取り掛からないといけないが、どこでやろうかな。もういい加減制服を直す時期だよな。どれも結構ボロボロになってきたし。デュークのプレートキャリア、後ろのプレートが落ちそうなんだ。あいつ後ろでよかった、前だったら親指の利きだった、なんて冗談言ってるぜ。ともあれ、みんなを本物の軍に戻してやるんだ。よし、終わり。自慢話も済んだし、これ以上のお邪魔はやめとくよ。大佐が呼んでんだろ。俺もやることあるしな。みんなすぐ装備を壊すくせに直せるやつは誰もいないんだから。トカレフおじちゃん、トカレフおじちゃん。はいはい、どうしたナスティア。トカレフおじちゃん、ミシンはある？ないな。じゃあスーツを直すときはどうするの？皆と同じだよ。針と糸を使って縫うんだ。もちろん。だが後でな、お仕事があるんだ。サムのライフルストラップ直させてくれる？ああ、分かったよ。だが俺が監督だ。知ってるだろ、サムはすごく厳しいって。やった。でもサムおじちゃんは全然厳しくなくて優しいよ。はいはい、じゃあほら見てろよ。次はこう。なるほど。で、こっちだ。うん。ここは気をつけてっとな。わかった。で、こっちだ。なるほど。タバコ休憩だ。いいもんだ。おう、ちょっと一服な。ああ、こりゃきつい。まあ、どんなひどいのでも味わったもんだが。おめえたちはいいやつだよ。おめえも大佐もデュークも、あの男は橋で大活躍だったな。その話を子供みたいに自慢してる。ほんとガキだね。だがいいやつだ。何を言おうとしたんだっけ。ありがとう、俺を受け入れてくれて。ソロ、俺は単純な男だ。この借りはいずれ返す。いいな。トンネルを出てここにいるのはどんな気分だ。自由か。確かに開けてはいるが、寒々しくさえ感じるな。あるのは足の草むらに廃墟に鬱陶しいミュータントどもばかり。いまいましい。ところで政府の奴らに会いに行くそうだな。なあ兄弟、怒らずに聞いてくれ。何のために政府なんかが必要なんだ。
もちろんただ見るだけでは面白いかもしれない。だがこれまでずっとさまよってきて、俺が会った元政府関係者には2種類しかいない。死んだ奴か、ギャングの親玉になった奴だ。そして後者はそこらの悪党よりもはるかに立ちが悪い。奴らひどいことをやらかす前に必ず演説をかましやがる。まあつまり政府なんて戦前から気にしてなかったが、全てがこうなって久しい今じゃもうどうでもいい存在だ。なのにそんなものに用があるのか。俺は単純な男だ。おめえと一緒にいると言ったが、しばらくはそうするって意味だ。だが政府の連中に会いに行くくらいならもっとマシな場所を探して暮らしたいね。もちろん政府が豪華なバンカーをくれるなら別さ。おいアルチョム、寒そうだな。ちょっと温まってこいよ。もう少し吸いながら考え事をしてるからさ。もう少しいてもいいぜ。場所ならいくらでもあるしな。アルチョム、もう一服か。よしよし。人生ってのは随分厳しいもんだが、どうしようもない。モスクワじゃ人間が地下に暮らしてたんだってな。だからみんな青白く見えるのか。俺のいたとことは随分違うな。出身はチェレポベツ近くのカドゥイ村なんだが、聞いたことあるか。まあないよな。戦前は周りに何もなかったから攻撃する価値もなかったし、爆弾を落とすだけもったいない場所だった。だから最初のうちはそう悪いもんじゃなかった。村の連中はこれで借金がチャラになったって冗談を言ってたものさ。だが核の冬が来て喜んでもいられなくなった。もともと暑くなるような場所でもなかったが、今じゃ温度計まで凍るありさまだ。本格的に学んだことはないが、漢学が好きだったから核の冬が来るのは分かってた。爆弾が落とされるようになった時から雪で動けなくなる前に南へ行かないとダメだって。だから修理した古いトラックに乗ってそのまま出て行ったんだ。モスクワみたいな大都市には近づきもしなかった。敵のターゲットだったからな。だが村の生活がマシだったかというとそうでもない。残虐行為が横行するとか思い出したくもない状況だった。あの頃はだんだんと心を病んでいったよ。最初の冬は熊のように隠れて暮らした。食料品店の地下倉庫を占拠したんだが、寒いおかげで食料が傷むことはなかったよ。だが何年も極寒のままだったから夏でも凍傷にかかる始末だったな。一人では生き延びるのが不可能になってきたから一緒に冬を過ごす仲間を探した。いいやつもいたが大抵はどうしようもなかった。何年も経つうちにいい奴らにはめったにお目にかかれなくなっていったよ。そしてヤバい生き物も出没するようになった。爆撃で瓦礫になった地域の近くじゃ森が赤くなってずっと赤いままだ。そこに異例の相当の鹿どもが現れた。あれはかなりの見物だったな。さらにそいつらはあの姿以上にヤバいものを食ってた。死体から生えて生きてるように動く草、ミュータントのイラクサを食ってたんだよ。あ、まあ見ればわかるさ。そう、あのイラクサを食ってたのさ。地元の人間が言うには鹿がいるときは近くに死体があってイラクサが育つのを待ってるんだそうだ。そのイラクサ育つのが異様に早くてな、地元ではそれを乾燥させて吸ってたものさ。あれ以上にきついのは吸ったことがない。まあ当然か。
それであちこち足を伸ばしてアストラハンのすぐそばにも行った。冬はちょっとマシなんだが、問題を抱えた土地だった。あそこの悪党は寒さから逃げてきた人間を捕まえてもっと南に売るのさ。俺も奴らとトラブってクソ野郎の一人にトラックをプレゼントする羽目になって、それでまあすぐにこの客車を修理して商売で金を稼ぐと悪党の一員ってふりをしながら目立たないように過ごした。だが本物の悪党どもがすることときたら、あまりにひどかった。だから空が晴れて冬が去るとすぐ土地が広い割には人が少ないっていう東に向かったのさ。でその途中であのサイランティオスとカルトの一味に止められた。とまあ俺の人生はこんなとこだ兄弟。人生は実に面白い。めんどくせえのが人生だろ、楽しめよ。戻ったのね。うちのリーダーさんは他にどんな策を持ってた？待って、やっぱり聞きたくない。おとぎ話の世界にいるみたい。王子様がモンスターの住み着くダンジョンからお姫様を救い出して、二人が幸せに暮らせる魔法の国に連れてってくれるの。この先に魔法の国が待っていると思う？でもあなたと一緒ならどこでもいいわ。二人が幸せに暮らせるっていうのが一番大事だから。分かったわ。行ってらっしゃい。アルチョム、こっちに座りなさいよ。ステパンのライブが始まるわよ。さて、アルチョム、お前もどうだ。ほら、ギターを持てよ。ほら、マエストロの方出ました。ありがとう、ステパン。こんなこと聞いて悪いが、その
ナスティアの父親は亡くなったんだろう。あの子は知ってるのか。ええ、秘密にしようと思った。買い物に行ったって言ってたの。3日くらい経ってもまだ話せなくて、私はうつろな目で針を手に放心状態だった。そしたらあの子が横に座ってきてこう言ったの。泣いていいのよママ、きっと楽になるからって。生乳の口癖だった。それで私は泣いたの、声を出して。彼女は知ってる、全て知ってるのよ。ごめんよカディア、すまなかった。橋にたどり着いた経緯を話しておくわ。私たちはここから北東にある町に住んでいたの。直線距離ではそんなに遠くないところよ。でも1ヶ月かかったわ。爆撃で全てが破壊されていたから、イエルマークにも同じことを言った。セーニャによればその辺りにはたくさんの兵器工場があった。もちろん兵器だけじゃなくて普通の工場なんかもね。今ではガスマスクをつけてもそこを通り抜けることはできない。それくらい放射線濃度が高いの。線路もない、あるのはクレーターだけ。そこを大きく避けてきたんだけど、それでもカウンターは音を立て続けてた。一つだけ無傷のルートがあった。攻撃する対象がなかったのね。だから私たちはそこを選んだ。西に向かえると信じて。でも、もちろん機関車では橋を渡らせてはくれなかった。邪悪だと。彼らは清めるために機関車を差し出せと言った。それで私たちはそれに応じた。その後私たちはそこを離れることができなくなった。あの老いぼれサイランティウスはみんなを洗脳していた。祈りを捧げひれ伏すように。彼らは素手で私たちの機関車を分解し川に投げ捨てた。浄化が必要だと。そして私たちが協力的でないことに腹を立て始めた。セーニャが様子を見に行くと、そこにいたのは地元民だけだった。クソったれのサイランティウスは私たちの仲間を捕らえ他の場所に連れて行っていた。本当に受け入れられたいならデーモンを退治してこいと言った。セーニャはそれを止めようとした。でも手遅れだった。見つかったのは焼け焦げた死体の山だった。そして彼にも同じことを命じた。その後彼が帰ることはなかった。カディア、すまない、知らなかった。そうよね、知る由もないわよね。もう終わったことよ。ちょっと雰囲気が重くなっちゃったわね。ステパン、何か弾いてくれない？もちろんだ。大佐がブリッジで呼んでるぞ。ところでプレートキャリアはどうなってる？トカレフはご立腹だったぞ。まあ話すと長くなる。いいから入っちまえ。じゃあ、あれはミッション中に針に座ってアルチョムがマゴマゴしてるのを見てた時のことだ。お、嘘ばっかだな。働いてたのはアルチョムほぼ一人だろう。ああそうだ。だがバラさなくてもいいだろう。話を聞きたいって言ったらそっちじゃないか。わかった、続けろ。でアルチョムがドアのとこに行くのが見えたから、俺も降りようとして、それで降りたら何かに引っ張られたんだ。何だったんだ？わかるわけないだろう。
真っ暗で誰もいないのに動けなかったんだ。地元の奴らがツァーリなんちゃらって言ってたのを思い出してな、俺の体にそいつが絡まってることに気づいたんだ。それで？そこでとにかく安全装置を外して飛び降りたんだ。下には倉庫があって、その屋根がちょうどいい高さにあったんだ。ところでそのツァーリは？なあ、ツァーリはでかくて怖かった。それで降りたとこに錆びたボルトがあって、キャリアが引っかかったってわけだ。ディーク、すでにあだ名がついてて助かったな。最高だ。で、その後は？ああ、その後あの年寄りの牧師に飛びかかってったのさ。まあ、アルチョムがほぼ一人で鷹のように急降下してきてさ。ほんとすごいよ。こっちは針に引っかかってさーりと戦ってたのにさ。自分で言ってて笑い死にしそうだ。つまりあいつがほとんど片付けたわけだ。ああ、そうだ、アルチョムはよくやった。二人ともよくやったよ、クレストもな。あいつ見張りの注意を引くときすごかったぞ。やつらが木材を引っ張り出したときには笑いすぎてちびりかけたね。あいつはアーティストだ。あいつはすごいやつだ。みんなよくやったよ。さあ、じゃあこんなときには酒だ。その通り、もうすっかり馴染んだな、サム。一緒にやるか。いや、今はいい、夕飯の時にする。じゃあ後でその分たっぷりな。そうだな。さて、じゃあこっちは着付けに一杯やっとくか。これ上物だ。なあ、ずっと考えてたんだが、みんなはこの旅に何を期待してるんだ？俺だったら帰って全てに冒険の話をする。そしたらあいつは大きな灰色の目で瞬きもせず俺を見つめて何度もこう言うんだ。あなたこそ英雄よ、ダーリン。英雄になって傷を勲章にする気か。なるほど。じゃあお前さんはなぜ？俺の心は真のロマンスを求めてる。だがメトロの全女性が求めるのは揺るぎない関係、頼れる夫、一家の大黒柱だ。そのキザな笑顔をやめろ、耐えられん。まあ全く縁がないわけでもないが、カティアが加わった途端ステパンが横からクジャク並みにアピールし始めたしな。喜べ、カティアはしっかりした女性だから男はすぐ尻に敷かれちまうよ。まさか。ま、俺は友を出しに女性を勝ち取るような男じゃない。特にそいつが俺の腕を折る気でいるんじゃな。まあいずれ俺にも幸運が舞い込んでくるさ。あのヤマンタウには各地から女性が集まってるからな、俺が来るのを待ちわびてるはずだ。ラミールはどうだ？どういう理由だ？ああ、最初はただみんなや大佐についてきただけだが、その時から思ってたんだ。夢が叶うチャンスかもしれない。カザフスタンとあの地の同胞に会うチャンスだと。だがまずはモスクワに帰る。じゃないと不公平だろ。みんなに教えないとな。もう我慢はいらない、自由だ、外で暮らしていいんだと。どう思う、イデオット？
同感だ、ダミール。だが自由とはそう簡単なものじゃない。昔チェ・ゲバラという自由の投資がいた。40にもならずに死んだが、一方でお前の愛読書を書いた毛沢東同志は厳格な支配者だったが長生きした。そう言うと思ってたよ。そんなことばっか言うからイディオットって呼ばれんだよ。それ自分が選んだんだぜ。何せチェーホフがお好きだからな。無論チェーホフもだが、これはドストエフスキーかな、我が友さん。だよな、その本なら俺も読んだ。すぐ頭の中でごっちゃになる。チェーホフはアウステルリッツの太陽、手負いの軍人の話だな。あれは強烈だった。これはお手上げだ。サムおじさんはどうだ。夢はあるか。そうだな、またサーフボードに乗りたい。ビーチで決めて、あの波に。薄暗いメトロの住人の憶測にはお気楽なカリフォルニア人としての自分がまだ存在してるんだ。はあ、冗談だろ。だからな、親父に軍に入るよう言われる前は挑発にしてたんだぜ。親父は軍は俺のようなクズでもまともな一市民に鍛え直してくれるし、除隊したら大学に行かせてやるって。だが入隊したら中東に送られちまって。おお、じゃあ仲間に回収してほしいのか。でもそいつの姿はどこにも見えないな。まあ仲間とやらが来るとは思っちゃいないさ。このミッションが終われば除隊届を出す。そして海へ行って、そこで船でも探すかな。想像してみろよ、船を見つけて近づいたらみんなが一斉に、あー、ロシア人が攻めてきた。お前はもう仲間なんだ、どこにも行く必要ないだろう。とりあえずロシア帽は外してけよ、かぶってたらすぐ撃たれるぞ。わかってる、でもバラライカは持ってくぞ。バラライカかよ。ヤマンタウに着いたらどんな感じで迎えられるんだろうな。アリョージャ、こう思ってるんだろう。露出多めの若い女性士官たちがレッドカーペットを広げてお待ちかねだと。うん、俺は単純な男さ。お前たちはどうなんだ。そうだな、いくつかの質問に答えてもらえるといいな。例えばモスクワの周りに俺たちのサミュエルを除いて誰一人アメリカ人がいないのなら、なぜ地下にこもり続けるのか。自分ならこう言い換えるだろう。親愛なる閣下はモスクワの人民が20年も地下生活を強いられていたのをご存知であったのでしょうか、とな。うん、いいね。じゃあ俺がピッチピチの女性士官たちと楽しく打ち合わせしてる間に聞いといてくれよ。どうかな、俺は車で旅に出たい。うん、ここに本物の旅行好きがいるぞ。ああ、生きてこの目で見ないとな。そうだな。
星が綺麗だなって思ってたんだ。こっちだ、アルチョム。おう、善友、温まりに来たのか。どんな話をしていようが、すぐに話を脱線させて。
て女について。もう疲れたか。一日頑張ってみるといい。よし、華麗なしゃべるさばきを見せてやろう。話をした。トカレフがデコーダーを直してくれたおかげだ。箱船、応答せよ、応答せよ、どうぞ。こちら箱船、名乗られたし、どうぞ。こちらは、スガトスラフ・メリニコス大佐、特殊作戦部隊を指揮して、起点の進行を受信した。現在、こちらに向かっている。聞こえるか、どうぞ。ええ、はっきり聞こえています。起点の名は、何とお呼びすればよいか。通信部副部長、リバノフ少佐です。ちょっと失礼。了解だ、少佐。消防手続きを行っているんだろう。感謝します、メリニコフ大佐。なるほど、疑っていたことはお詫びします。ですが、ご存知の通り、敵がいつ襲ってくるかわからない状況なので。承知している、少佐。そちらも指揮官のみ、我が部下は任務に忠実であり、そちらに到着次第全力を尽くす所存だとお伝えいただきたい。同行に感謝します。部隊の規模はいかんものでしょうか。特殊部隊として最高の隊員を揃えた一小隊を有している。小隊、はあ、なるほど、素晴らしいですね。確かに大部隊ではない、だが非常に重要な情報を持っている。現在セクター K6 アルファからそちらに向かっているが、遭遇する可能性のある機体の情報があればじゃあ機体確認しますね。 K6 アルファでしょうか。確認できる範囲では当該エリアで敵に遭遇したとの報告はないと思いますね。残念ながらここで通信を切り上げなくてはなりませんが、到着をお待ちしております。報告を上げておきますので、防衛大臣もきっとあなたたちを歓迎することでしょう。大変光栄だ。かつところで、その前にこちらの状況を教えてはもらえないか。ちょっと頼む。大佐、ご承知の通りそれは機密情報です。ですがお気持ちは分かります。こちらは大丈夫、心配不要です。では後ほど運ぶねで通信を終えます。これでお前たちも修行しただろう。両手がまだ興奮で震えてる。あ、大臣だとさ、素晴らしい。ところで、アルチョ、地図を見てみる。見ての通り、ヤマンタウ山脈に向けてほぼ一直線に向かっている。カティアとクレストがこのルートなら状態も悪くない。あそこの重要性を考慮すると、それも意外だな。ともあれ、ここから目的地までは順風満帆と見ている。ここからそう遠くないが、到着時間は線路の状況次第だ。なのでそれなりにかかると思われる。で、イエルマン、どこまで話した。結果だけが重要だってとこまでだ。そうだ、その弱腰の態度をやめるんだ。結果を出すためには手段を選んでおれ。別に犯罪はしない、だがそれだけの結果が得られるかどうか。その通り、だからこそ、だからこんな機会を何年も待ち続けたんだ。ようやく全てが形になり始めている。あれは生徒だ、なぜ理解しようとしない。だが所詮、どうもまだ事の重要さが分かっていないようだ。信じられない。さっきの話を聞いてたはずだろう。では確かに
下に政府はある。だからなんだ、何年も関わりすらなかったのになぜ今さら気にかける。ああいいか、おそらく向こうは我々のことを全く知らなかった。あるほどの攻撃がモスクワを直撃したんだ。こうも多く生き延びたとは知る由もないはずだ。だから今こそモスクワには生き残りがいると伝えなくてはならんのだ。それだけじゃなく、まだ文明が機能している状態で残っていると。分かったか。これまでずっと生き残るためだけに勝ち目のない戦いを続けてきた。そこに今新たな目標ができたんだ。その目標とは。まだ分かっとらんのだな。司令部にはありとあらゆる指揮統制システムや機密情報があるはずだ。つまり核が落ちた場所を全て把握し、完璧な汚染物質の分布図を持ってるはずだ。全てを持っている。世界を支配する情報をな。そしてメトロには人が詰まっている。全ての人民を合わせれば国が再建できるはずだ。無論一度には無理だ。まず最初に国を取り戻さねばならんだろう。だが真の政府の指揮の下で必要な技術を全て備えた者たちと共に戦うのだ。そうすればいずれあんな地下の穴蔵からみんな解放されるだろう。そうなるといいものだが、ところでずっと聞こうと思ってたんだが、どうやってヤマンタウのバンカーについて知ったんだ、大佐。GRU の将校として言うが、あの箱舟プロジェクトの情報は疑う余地もない。あのプロジェクトに関与していた同僚が避難計画を作っていた。だから職務上知っていたんだ。つまりただあそこに行けばいいと。そうすれば我々は厳しい旅になるだろうがな。これまでも楽な道などなかっただろう。その件についてずっと考えてたんだ。中央工業地帯優先目標、カティアがこの疑念を裏付けてくれた。線路の一部は助かったかもしれないが、彼らがいる島はひどい状況になっている可能性が高い。おそらく線路を修理することになるだろう。ああ、うちの奴らならできるさ。それに側線もあるはずだ。その一方で損傷が比較的ひどくなかった地域には何が起きてたと思う。いい質問だ。それは近いうちに知ることとなる。かもな。さて、それより仕事の話をしよう。エンジンの状況だ。了解。ポンプは直ったか。さあ、修理はそうだ。今からだと、貯水槽に水を溜めるのにどれくらいかかる。フィルターの掃除をしないでいいなら3時間程度か。万が一の時のための予備はあるのか。あるんだが足りないものもあるし、品質も良くない。しまったな。でも燃料はあるか。ああ、必要ならウラジオストックにまで行けるだけある。まあそんな遠くまで行く必要はないと思うが、少なくとも潤沢なのか。パイプは言ったと思うが、さすがに修理すべきだ。クレスタと一緒に付着した石灰を極力取り除いてみたが。だが今はその余裕がない。検査は全部済ませたか。そのつもりだが、念のためもう一度やっておきたい。ああ、損がないしな。ポンプは治ったか。ああ、修理は済んだ。しないでいいなら3時間程度か。
ねえぜ。それで何があったの？大佐はいつでも正しくて、私たちの頭にはバカな考えしか詰まってないって。メトロに戻ったらみんな信じてくれると思う？あそこで生活して仲間を失って子供にネズミの餌を与えるような人たちが、これが文明を維持する唯一の方法だったって父さんが言うのもわかる。でもみんなが簡単に受け入れてくれると思う？地上に出られるし昔のように生活できるなんて。よくわからない何かにとどまれと言われたって理由だけで、外に出る許可がなかったっていう理由だけで、20年も無駄に地下で暮らしていたんだってことをみんなは受け入れてくれると思う？私にはわからないの、アルチョ。確かなのは、もし私があの場所に戻るなら、本当にもしの話だけど、あの場所にとどまる気はないわ。私の居場所はこの地上のどこかにある。それがどこかまだわからないけど。ありがとうアルチョム、父さんが何と言おうと私たちを地上に導いてくれて。ごめんなさい。ああ、もうやめにするわ。